今回はコンビニで暴れて出禁になった、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは27歳。コンビニで暴れて出禁にされる？店員の方から変に絡んできたのに、なんでワイが出禁にされるんだよ。で、何をしたの？怒らないからおじさんに言ってみようか？ろくなことしてないんだろうな。ニートがいると客が減るからじゃね？ニートだとあんまりやることがないし、コンビニくらいしか楽しみがないのになんで出禁なんかにするんだよ。それより何をしたのかはよ。実家のすぐ目の前にコンビニができてかなりお気に入りだったんだよ。Wi-Fi も使えるし暑い時は涼めるしさ。それでゲーム機とか持ち込んでダラダラ居座ってたんだけどな。この前、イートインに人がいなくてそこで座ってゲーム機で遊んでたら、イートインは飯を買わないとダメだって注意されたんだよな。当たり前でくさ。イートインって店員から見やすい場所にない？ここのコンビニのイートインはレジからは死角なんだよな。でも監視カメラには映ってるかも。あ、ちなみにイートインは仕方ないから注意されてからは使ってないんを。で、出禁になった日はペットボトルにワイの好きなおまけがついててさ。好きなのが出るまでペットボトルを床に並べて吟味してたんだよ。そしたら前にイートインで注意してきたのと同じ店員が注意してきて、イライラして言い返したら、向こうもごちゃごちゃ言ってきてムカついたんだよな。ガムルジでくさ。ペットボトル並べるなよ。ちゃんと片付ける気はあったんか？スーパーでやってるやつ見たことがある。それで出禁になったのか？違うんだよ。それでイライラした後で小腹が空いてさ、肉まんを食おうと思ったんだよ。マッマからもらったお小遣いないで買えるからな。それでレジに行って肉まんを指さしたらケース内には何も紙のケージとかがないのに、まだ虫終えてないって言うんだよ。こっちはあれこれ注意してイライラしてて、肉まんを食べたいのにさ、期待をマジで裏切られて切れたんを。なんで肉まんが食べられないくらいで切れてんだよ。これだからニートは。短気すぎわろた。それで店員と言い合いになってさ、さっきようやくゲットした買おうと思ってたペットボトルを、店員に思いっきり投げつけたんだよ。これは出禁でも仕方ないと思う。何してんだよニート。肉まん食べれなかっただけで店員にペットボトルを投げつけるニート。うわぁ、ニートのワイでもドン引きだわ。そうか？普段はワイもおとなしめなんだけどな。マジでイライラしたんだよ。そしたら大騒ぎになって店長も出てきて、迷惑だから来ないでほしいって言われたんを。何も買ってないならわかるけど、ワイは家が近いから常連なんだぞ。なんで出禁なんだよ。マッマからコンビニに行くときにどれくらいお小遣いをもらってるか知らないけど、大した金額じゃないだろ。リッチが貢献する金額よりも大さの方が勝ったんだろうな。あだ名とかつけられてそうだよな。ああわかる、コンビニって結構あだ名がつけられるイメージがあるよな。出禁だって言われてからムカついてさ、帰り際にゴミ箱を思いっきり蹴ったんだけど、店長に後ろから思いっきり怒鳴られて、なんか怖くて走って家まで逃げてきたんを。雑魚すぎわろた、マジでどうしようもないやつだな。で、どうするの？もうそこのコンビニは行けないだろ。逃げてくるのがニートらしい。あんまり遠いところに行くのは苦手なんだよな。途中で知り合いとか近所の人に会うのが嫌だし。だからコンビニがちょうど手頃な場所だったのに、ますます引きこもりそうんを。邪魔なだけだから引きこもっておけよ。Wi-Fi ただ乗りしてイートインを占拠してるニートなんて、出禁にするしかないよな。個人的にはペットボトルを並べてるエッチを想像して増えた。同じ柄ばっかり連続で置いてるから悪いんだろ。すぐに好きな柄のおまけが出てきたらそれを買って帰ってたのにさ。エッチみたいなのが触るから余計に偏るんだよな。なんだ別のエッチのせいか。スーパーとか段ボールに入ってるやつだと探しやすくない？スーパーは遠いし知り合いとの遭遇率が上がるんだよ。ところでなんでニートしてんの？就活失敗して、なんか微妙な会社に入ったんだよな。そこで数ヶ月だけ働いて引きこもったらパッパにまた働けって言われてさ。次の会社も辞めたら親に諦められたっぽい。もうずっとこのまま引きこもってるか、どこかリモート受けの会社に入れてほしいんを。それなら自分で転職活動して探すしかないだろ。イッチみたいなのがリモートしたらすぐにサボりそうだよな。自制心が効かないやつはリモートはしない方がいい。マッマやパッパもコンビニを出禁になるような子供を育てたかったわけじゃないだろうにな。これだから子ガチャは怖いんだよな。ハズレって軽く言えるレベルじゃないし。別のコンビニを開拓するか。でも迫るんは Wi-Fi やらなくなったんだよな。自分家の Wi-Fi じゃダメなのか？いつまでもゲームしてるとマッマに怒られるんを。厨房かよ。そのうち家も出禁になるな。ニートがコンビニに迷惑かけるなよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートを批判してる奴らに一つ聞きたいんやが、将来ロボットとか AI が普及して働き口がなくなって、自分がニートになっても同じこと言うの？親がかわいそう。親が許容してるなんて本気で思っているんだから。言うかどうかはその時になってから考えればいい。これで終わり。棚上げしないという絶対の保証がないなら批判はするなよ。それはニートになってもいい世の中の話やから、今の世の中の話とはちゃうやろ。まあワイはニートなんやけどな。
今も親が納得してるならニートしても別にええやろと思うが、弟はうるさいけどな。どうせその時には別の仕事してる。自分がニートになっても同じこと言うの？だけでよかったやん。ニートが大量に生まれる危険因子があることも主張したくてな。遅くて30年後、早ければ20年後には日本の失業率は 50% を超えるやろな。半数が働かなくて成り立つ社会なら、もうニートとも言わへんやろ。誘拐ワンカはその時にならんとわからんぞ。稼げる仕事を作るのも仕事や。仕事なんか探せばいくらでもその辺に転がってるんだぞ。その辺の石ころ拾って1億で売りつけることに成功すれば、立派な仕事やし収入なんやから。将来それを見つけられなさそうな無能どもが、今でかい面してニート見下してるんやで。誰かが見つけたやつに乗っかる才能があるんやぞ。ニートにはそれすらないじゃん。才能がないのとやる意欲がないのは別物やから。意欲も才能のうちだぞ。その気になればできることでも、リターンがしょぼすぎて意欲がわかんのは才能と無関係やろ。リターンゼロ選んどいてよく言う。一番愚かなのはコスト労力に対するリターンが見合ってない行動を取ることやで。非正規とか発給社畜とかな。じゃあ正規高給取りになればいいじゃん。今その手段を模索してる最中なんやで。なんや就労意欲あるんかいな。ニートやないやん。ニートだから批判されてると思っている時点でもう？ Y の弟は Y が親から金を恵んでもらうことで、自分の将来もらえる遺産が減っていくことに文句言ってるな。AI が普及してないのにニートのやつ？そいつらが AI 普及してなかったらニートではなかったという証明ができなければな。ニートとかいうゴミやってるくせに、バカにされたくないとか思ってこういう奇弁で精神保ってるんか。哀れやなぁ、哀れ。恐ろしいまでに奇弁やなぁ。Y と同じこと言うニートは腐るほどおるぞ。何人集まっても納税額はゼロなんでしょう？消費税払ってるぞ。誰の金でや？親の金やね。しかしその金も Y がいなければ使われることはなかったかもしれんわけや。それ開き直りって言うんだよねぇ。必死にみんなに反論してるけど理解はされんやろな。ニートを必要以上に攻撃的に批判する学生は、将来ニートになる確率が高そう偏見。そういう奴らって大概オタクに対してもアホな偏見持ってるしな。結局自分より下を見て安心してるだけやんね。下を見て安心というか、下と思って安心と言った方が正しい。オタクを不潔だの臭いだの決めつけてる奴らが後を絶たないのもそれ。批判くらい受け流せよ。別に職なくなっても金稼ぐ方法はいくらでもあるやろ。ニートはない。いいから働けよ。働けないなら投資でもやって金稼げ。とりあえず金稼げ。やむを得ない理由で無職なのは、まあしゃあない。だがそうじゃない無職はゴミだぞ。引きこもりのセミナーだと親がほぼ問題のある連中ばかりらしいな。そういう親のせいで人格形成されてしまったんだから、やむを得ないと言える。でも実質親のせいって言ってられるのは未成年の間だけで、そこから先は自己責任やろ。成人して以降の人格も含めて親や社会が形成するんやで。その結果として精神病になってしまったんやから、Y の責任ではない。弟が家持てとるんなら、親に責任転嫁するのはさすがにおかしいと思わんのか？親が Y と弟に 100% 同じタイミングで 100% 同じことを言って 100% 同じことをしたのならそうかもな。だが現実的にそんなことはありえんわけで。つまりは一致は失敗作で、弟は成功作品ってことか。AI って人間の仕事どこまで奪うんやろうな。つーか新しいもの嫌いの日本で、そんなすぐに AI が普及すると思ってる時点で Y からしたらよくわからん。ニートできる経済力があるのは羨ましいんを。働く人は働くし働かない人は働かないよ。セルフレジがあんだけ普及してるの見ると、頭使わない単純作業はすぐ機械に取られそうで怖いんご。むしろパンにシール貼るだのそういう仕事の方が意外と生き残りやすいらしい。上で貼ったどこぞの文献でも読めるが中途半端な頭脳労働が一番危ない。ニートだけどバカにされたくないみたいなのやめろ。恩恵民にはプロタナーゲナーとしての誇りがあるねん。マウントを取るためならたとえブーメランが顔面にぶっ刺さろうとも敵を叩く。それがプロやねん。君みたいなチキンとは覚悟がちゃうんや。まあ勝手にニートしてればええけど、社会の礎になってる人より上だと思ってんなら叩かれてしょうがないわな。働いてから言えば？銀行とか AI の導入によって万人規模で従業員削減しようとしとるしな。もう変わるところは変わってくやろ。働かなくていいから、自分一人で食っていけるくらいの稼ぎは生み出せ。結果一致は何がしたいんや？ニートやオタクをバカにするなってことやで。ニートのくせにバカにされて悔しいとか思うんか？その悔しいって気持ちを行動力に変えれんからいつまで経ってもそんなんなんやで。そうやってドキュンになる人間もいるのを考えれば、多少はね。同じプラマイゼロなら、プラスも生み出すドキュンの方がマシなレベル。ドキュンが生み出したマイナスは消えないんやで。ニートの中にはドキュンにいじめられてニートになったやつもおるはずや。更生したところでそれは消えんねん。奴らはそれを上回るプラスを出せるんやぞ。
まあ弟というか2番目の子は要領良くなるっていうし。バカにしないで欲しかったらバカなことしてないで欲しい。むしろニートって、働かなくてもいい環境にあるって考えれば勝ち組やん。多くの人間は働かなあかんから働いとるわけで。だからこそ嫉妬でニート叩きしてる側面もあるやろうな。最近になってネットでニート叩きが激増したし。ニートって退屈しないんか？別に退屈するかしないかは自分次第や。AI が普及したら余計にニートの居場所がなくなるだけだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、1時間半電車乗って行った日雇いバイトをついてから断られる。惨めすぎないか？惨めすぎやしねえか？充電あと 6% しかないし。なんだこの人生。1年半ぶりにやっと働く気が起きたけど、まずはリハビリがてら日雇いだと思ったら何これ。どうする？帰りたくないけど金ない。もうここでの垂れ丸みたい？でも交通費とお断りのとお金もらえるやん。ええやん。いやもらえてないが。そんなシステムあんの？大丸か？ジョブなんとか。ショットワークスで申し込んでからジョブなんとかのサイトに飛んで登録するんだがそっちがメイン。というか、ショットワークスに募集が出てる時点で実はすでに募集終了してたみたいな。その元のサイトに登録せなあかん感じやったんやな。そう。ショットワークスからこっち登録してねってメール来たから電車で登録してたんだが、Y はすでに募集が終了してる日雇いのために頑張って個人情報入力してたみたい。どうやったらそうなるんや。連絡チェックしてなかったんか。応募締め切ってから採用連絡しますよって書いてあったんだけど、応募締め切り時刻から始業まで1時間しかなくて、家からここまで1時間かかるから連絡待たずに来るしかなくて、ずっと電車と駅だから電話もできなくて、着いたけど集合場所に誰もいなかったから電話したら、すでに埋まってまして、でさ、めっちゃやる気あるやん。やる気を使いたかったわ。ボクシングでも空振りが一番疲れるやろ。どんまい。これはさすがにマイニャわ。細かいようだけどニートではないよね。日雇いで働けてたらな。働けてないから1年半のニートは健在なわけだ。就労意欲があって実際に行動を起こしている時点でニートではないよ。え、そうなの？でも働けてないから社会人でもないじゃん。Y は誰？フルキャストやっとったけど簡単やったぜ。たまに前日キャンセルあったけど。ショットワークスじゃダメだったってことか。フルキャストね、わかった。なんつうかもうこの先うまくいくことなんてねえんだろうなって。Y の心をありありと表すな潰すぞ。おもろすぎるわこの道家。お前らを笑顔にできたならよかったわ。 Y の代わりに笑ってくれ。うんこのニート。お前らほんま社会から一度もドロップアウトすんなよ。戻れなくなるぞ。引っ越し手伝いに応募や。実家で引っ越し経験したことあるけど、家具とか運ぶのクソ辛そうだったし、上司と行き合わせないとダメそうだったし無理だわ。とりあえず体力つけるのにいいかなと思ったんよ。コンビニとか接客は無理やろ。まあ無理だが、引っ越しなんて他人様の私物触るんだし接客より密接では。何かあっても上司が対応するやろ。移動は助手席やろし。いや一応参加はするじゃん。大事なもの触りたくすらないんだよ。だから飲食嫌なんだ。 Y も養ってもらってた時期があるから少しは気持ちわかるが社会復帰できたで。スーパーの鮮魚コーナーおすすめや。超絶人手不足だからパートから社員になれる。つまんなそう。あと食材触りたくないわ。汗かきだから垂れそう。日雇いも場所選ばんときついよな。飲食とかコンビニとかチームワークが出来上がってるとこに一日だけお世話になるみたいなのは孤立しまくって惨めで精神的にほんまにきつい。コンビニは相方一人だし行けるんじゃないの？わからんが、飲食店はさすがに無理だわな。近場ならヘルプ行こか。ヘルプってなんや？今月の電気代と水道代計1万5000円くれるんか。この失敗でもう登録ミスらんやろ。一致経験値上がったぜ。前向きに行こう。今回はショットワークスからジョブなんとかの登録だったけど、今度はジョブなんとかのフォームから登録しなくちゃいけないからまたミスるかもしれん。よほどのゴミなんやろな。うん。反面教師として金もらいたいくらいひどいありさまよ。冬の日雇いはきついね。室内だったんだけどな。働けてれば。フルキャストでコンベアで運ばれてくるペットボトルのおまけつけるだけのとか、運送の道場とかやって楽しかったで。ペットボトルいいな。運送ってなんや？引っ越しか？そん時は引っ越しじゃなかったな。配達みたいなやつや。店舗の裏側とか入れておもろかった。いや普通働くやつは数日前に確定するやろ。なんで当日応募してすぐ働けると思ったんや。だって今日のバイトまだ募集してたんだよ。電話して今から登録して現場入れますか？って聞けよ。いや登録は済んだんだけど遅かったの。もう埋まってますってはっきり言われたよ。事前にやれって言ってんの。現場行ってから電話するバカがあるか。
だって応募締め切りから始業まで1時間で。締め切ってメンバー確定して集合場所とお知らせて、1時間で予定の人数確保できると思うか？常識とかないんか？思った。よほど仕事早い人がいてレスも早いいい会社なんだなって。始業1時間前に登録ってそんな日雇いあるんか？あるって歌っといてなかったんや。いや普通に考えて野党側だって事前に何人来るか分かってないと困るやろし、当日受付の仕事なんてあるわけないって思うやん。普通に考えられなかった。へえ当日でも働けるんだ、って思った。日雇いなんて向こうはマジで使い捨ての駒としか思ってないんやからやるだけ無駄やぞ。金くれるなら何でもいいわ。金ないねん。ウーバーやろうぜ。顔さらすの怖いわ。つうかタイミーの近場のやれよ。タイミーってそんな違うの？どうせ釣りやろ。アホすぎる。釣りならばどれほど良かったでしょう。いい勉強にはなったべ。先手先手に動くことやな。まあせやな。額面通りに受け取ったりギリギリで生きるのやめるわ。成人してまだ学ぶことあるとは思わなんだ。年取っても学ぶことだらけやで。若いうちに早社会出ろ。日雇いは距離と日中だけで選んだ方がええぞ。給料と辛さ全然関係ないからな。年末のパン工場とか箱開いてるだけで時給2000円やった。距離と日給以外ある？すげえな。何パンだよ。そら片親パンよ。昔は多少体鍛えたくて引っ越しやっとったけど、体力自信なければおすすめしないわ。他は何でもやったけど引っ越しと積み下ろしだけは絶対避けてた。全く自信ないからやめとくわ。引っ越しと積み下ろしはきついの？自販機補充の補助員バイトってまだあるんかな。駐禁対策で助手席乗ってるだけの虚無のバイト。最高やな。何時間でもやりたいわ。勝った。僕15年無職。下定期。卒なの？高卒大中ニートやで。ニートってなるべくしてなるやつがなってるんだな。頭悪すぎる。なんでそのまま帰ったん？切れるだろ普通。しゃあない切り替えていけ。少しは案件ガチャ要素クソデカやけど、下手したら本が大量に入った段ボールとかクソデカベッドマットとかを持って何度も階段上り下りさせられたりする。あとパワハラ並みに切れてくる気丸がいがちょくちょくおる。単発でも引っ越しはやめとけよ。前に客の高そうな食器棚のガラス戸ぶち割って社長にガン詰めされたわ。給料引かれなかったけど、会社戻ってから地獄みたいな空気やったわ。ワイが悪いみたいになってるけどなんで？当日募集かけてる方が狂ってない？イベント設営はやめとけ。でそんな段取り下手なの？結局、全部一致のミスだよな。会社側のせいにするなよ。普通は気づくもんな。でもニートでも働こうとしてるだけマシだと思うな。それ？だろ？かわいそうだから誰か雇ってくれよ。確認も取れない奴を雇いたくない。性格は置いといて仕事させたらミスしそうだよな。まあ日雇いならすぐ受かるだろ。次行け、次。とりあえず日雇いなら襟好みしてもいいし、好きな仕事いろいろやってみればいいだろ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。